こんにちは、こんばんは、磯丸です。今回は白蛇の地下迷宮の1層目からやっていきたいと思います。このダンジョンは一応新ダンジョンで、1層目から1層目クリアすると2層目、2層目クリアすると3層目っていう風に一つずつ出ていって、9層目が終わると最終層があるみたいなので、とりあえず今回はね10分ちょっと、動画の時間が10分ちょっとぐらいになるまでとりあえずやろうかなと思います。じゃあとりあえず1層目いきたいと思います。とりあえず1層目はイルムでね、いきましょうか。イルムパチッたな。8バトルあるから意外とびっくり。お、音も違うんだね。音もえってこと、なんか死んだんだけどえ死んだんだけど、ちょっと待って待って待って、他の人の動画というか、その記事というか、そういうのもちょっと待って、指短っ、見てないので完璧に初見でございます。だから楽しみなんだけど、死なないでしょ多分。使っていくか、感じだから使っていこう。でエラーだけ起きないようにっていうのを願いつつやっていきましょう。まあ1層目ですから、そう1層目ですから大丈夫大丈夫。1層目で死んだらね、これ逆に大したもんよ。うん、よくあるやつですね。でもさ1層目でしょ、これ多分ドラゴン持ってるよね、倒せるんじゃないこれ。他に舐めんなよと。で副属性いいね。ですね、これ OK。 いやでもね、音がねいいね。ナイス光、ナイス光だよ。で転生アマテラスがなんかいい、なんかいい、使っていきましょうか。多分ねスキルね絶対余る、うん、絶対余る。いいね、いい落ち込んだね。で報酬が1層目から3層目が一度きりPダンジョンで、あとは4層目から9層目が潜在のキラーをもらえて、ほんで最終層が拡張玉ドラにヨルムンガンドユルだったっけ、使っちゃいまーすじゃなかったっけ。そうだよね、あちょっとちょっとちょいちょいちょい、フュッてフュッてやればよかったんだけど、さすがイルムの火力だよね。とりあえず 1,2 回はイルムでいきましょう、多分いけると思うんで。いいね、エラーが出ないっていいね。いい、これ操作時間どれぐらいなんだろうね。イルム1個持ってるよね、サリアも1個持ってるはず。11、あアマテラス持ってないのか。でとりあえずドロップした、ドロップはしないのかな。あそうそうそう、1回そうからね、1個ずつもらえるので上まで行くと10個かなもらえるみたいですね。なし、はい、ということで次は2回走目行きたいと思います。では2回走目に行きましょう。7バトルあるみたいですね。ポチポチと。ヨルムガとユルがあれだよね、なんだっけ、フェンリル・ウィズがサブで、いや見てないし、盤面よかったような気がするけれど、光つながってたつながってたんか。使っちゃおう、コタロでいいね。コタロがね本当に便利なんだよね。コタロというかこの忍者系の子たちが5ターンで打てんのかな。スキルは変更されてないよね、たまにあるからね、一旦縮まりましたとか。今回だっけ、なんだっけ、グラビティ系がね
縮んだりしてたと思うから。いやでも縮むってね結構な強化だよ。 OK だね。そんなに難しいのかな。まあまだね2回走目だからさ、言えないけど。あ、怖い、これは怖い、普通に怖いよこれ。とりあえず回復しよう。まあ、イルマ4コンボすれば回復力2倍率がかかるんで、あ、体力キラーか、なるほどね。いやーこれ使っちゃいてえな。使っちゃおう。いけるでしょ。で欠損はしていない。ここってでもランダム性はあるのかな。例えば、まあ、超破壊だったけど、ちゃ超破壊が出てくるとか。で木曜ダンジョンね。まあ、ここはいけるでしょ。普通の目標ダンジョンだよねこれはね。欠損は一応なし。 OK だね、いいんじゃないか。お、これ新しい系じゃないか。全然違うわ、全然違う。ふいふい。あ、これ落ちてないね、落ちてないね。まあでもいけるでしょう。オッケーだね。あとはイルムイルム使っちゃえば終わりじゃないこれ。デーモンイルム使います。サリアとこれどっちが上位互換なのかなこれ。まあ、二色陣の方がね軽く荒らせるからこっちのがあれだと思うんだけど。あ、繋がってた。まあ大丈夫でしょ。 OK だね、全然いいねこれ。おお、スルトですねこれ。スルト、なるほど。まあしょうがない。まあでも大丈夫でしょ。スルトか、なるほどね。次誰でいこうかな。いやもう一回イルムもあるけど、ちょっと闇アテナにしようかな。次闇アテナにしましょう。あざーす。まだいけるね。では3回走目いきたいと思います。3回走目は闇アテナでいきたいと思います。なんかねこの子が入ってるんだけど、多分バルに、バルがね育ってないんだけど、まあ、5式の秘術入れて、パズルして、ガードブレイクを発動させるみたいな。で色合わせで入れてんじゃないのかなっていう感じなんだけど、多分闇当たらない大丈夫。こんな感じでも大丈夫。番人、これ何回走ですかこれ。え、1回走最後じゃん。なるほど、行きましょう。とりあえず行こう。いやこれ多いですね、困りましたね。まあ、これトゥントゥンってね、こう閉じちゃって、まあ6コンボ吸収あるんですねこれ。忘れてましたね私。なるほどですね。ふい。あ、まあ、ちょっとずれてる。大問題。ちょっと待って。まあ、でもあれ5ターンあるから。ちょっと待ってよ。まだある。焦っちゃダメよ。落ち込んこい。オッケー。全然いけられんだけどこいつ。何これ。どうしようか。この子使って、バル使って、
あ、待って、火落ちてね。落ちこい。おいおいおい、火落ちてない。これできてるはずよ。89いいよ。よし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 、オッケー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 。なるほどね。つけましょう。使って泥鏡。44か、なるほどね。これ緊張するね、意外とね。意外と緊張するね。そこポンポン やるとさ、6コンボって結構さ辛いんだよね。1,2 でしょ、3、4だから、火を3コンボ作らないとダメですよってことでしょ。 7.5 秒か、なるほどね。こうこうこう、そこ、いやそれでいいから、闇水、いや、私ちょっとね、 7.5 秒がね、 7.5、 ちょっと待って、こっちで1コンボ増加だよね。多分ね、ダメージ絶対耐えきれないんだよね。絶対コンボ増加しとこう。あ、だったらそこでやって水やって1個閉じて、あ、1個閉じてって言ったらそこ閉じれないから、1個もったいないから、3個1個3個1個、いや本当はね、上に闇を作りたいんだけど、まあいいや、いきます。あ、そこ閉じてやべえか、こうこうこう、まあいいや、ちょっと待ってよ。あ、待って待って、闇決まってないじゃん、闇決めてないじゃん。落ちてくるんだけどね、落ちてくるんだけど、まあ、本当は右闇作る予定だった。うん、あ、でもいけた、 OK、 OK です。でこれで15分か。ちょっといけないパズルしたけどね、ちょっといけないパズルしたけど、これ普通にラードラで行った方が余裕だったかもしれないね。はい、ってことで、一応15分ぐらいなので、結構時間過ぎの早いな。楽しい、すごい楽しいねこれ。はい、ってことで、新ダンジョン白蛇ではないよね、さすがにね。白蛇の地下迷宮の今回は1階層目から3階層目まで挑戦してみました。で次はおそらくじゃあ4階層目から6階層目になるのかな。次ね、やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は画面左の登録ボタンからお願いします。この動画に関連する再生リストは真ん中の再生リストをクリックかタップしていただくと見ることができます。その他にもいろいろな動画を上げておりますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。